こんにちは、ホタルです。今回はですね、前回のガチャで、無事 天井でしたけど、手に入れた橘銀千代について、解説していこうと思います。橘銀千代ですね、シーズン4の限定ガチャの武将になりますね。SSR で天部は900になります。ステータスの方ですね、戦力の方は、4840で、現在、SSR が全部で93種出てるんですけど、その中で42になってます。統率は764で31。武勇の方は、高めで791で13位。知略は、611で71位。政治の方が548で68位になってます。ですね、天部900の中では高くないですね。はい。武勇とかは高いんですけど、まあ、天部900で見るとちょっと低い方に入っていきますね。ステータスの話をするとですけど。はい。で、適正の方ですね。足軽 A、騎馬 A、弓 C、鉄砲 S っていうことで、弓以外だったら、どれでも使える感じにはなってますね。大変、優秀な適性だと思います。はい、先鋒の方ですね。陣雷ですね。自身と一門衆を含む味方3部隊に結束20%付与ですね。結束っていうのは先鋒の連鎖が発動しやすくなるっていうやつですね。はい、まあ、なんかこれがどれぐらいなのかっていうのがちょっとどう検証しようかなっていうのは悩んでるんですけど、まあ、後ほど、検証できれば結果をお伝えしたいと思います。で、通常攻撃威力3%累加ですね。対象を含む敵3部隊に武勇250の攻撃。自大名家の領土内で戦闘する場合、350%に威力上昇ですね。で、鉄砲陛下で発動した場合っていうのが、なんか、まあ、いつも通りの、20%下げのやつですね。で、まあ、やっぱ注目すべきは、こちらの敵3部隊に武勇250%で、まあ、これでも十分なんですけどね。準最強クラスのダメージ叩き出すんですけど、自大名家領土内で戦闘の場合は350%に威力上昇っていうことで、まあ、攻めの時とか、攻城戦は、攻めの時も守りの時も、効果はこれ、発揮できないんですけど、自領に攻め入られた時の守りですね。の時に、先鋒の威力がすごく上がりますっていう感じですね。はい。で、こちらの性能の方を見ていきましょうか。武勇系統の攻撃、発動間隔は35秒。範囲は中、対象は敵ですね。基礎連鎖が16%、連鎖順が早いになってます。まあ、注目すべきは連鎖順が早いってところですかね。35秒っていうのが、まあ、対象の、先鋒が大体35秒になってるんですけど、それの中で連鎖順も遅いってなるのが普通なんですけど、緊張の場合は早いになってますね。まあ、こう結束があるので、結束が先に発動してくれて、そこから、連鎖繋がっていくっていう感じになるんだったら、この早いっていうのは大変ありがたいですねって感じですね。はい、技能の方ですね。技能が気合、技能1ですね。が、自大名家の領土内で戦闘する場合、先鋒による余ダメージがアップ。1で5。レベル5まであって、最高15%って感じですね。まあ、この技能1もですね、銀千代の戦法とすごく相性がいいので、なかなかいい技能を持ってますねって感じで。で、所持しているのが、こちらのメンツになってきます。まあ、この中で注目すべきは、やっぱり竜造寺と成田海ですかね。どちらとも、縁日とかがよくあって、銀千代の次の紹介する技能3等を発動させるためにも、まあ、相性のいいキャラクターが2体も持ってるので、そこと合わせることによって技能1もレベルが上がるっていう感じですね。まあ、成田海の場合は、鉄砲とかの敵は低いですけどね。で、技能3ですね。が姫浄徳で、つながった配置の武将と同じ縁日が合計2以上で、自大名家の領土内の戦闘の場合、通常攻撃の、対象部隊プラス1っていうことで、これがすごく強いです。で、特に、まあ、鉄砲で使う場合が、まあ、多いのかなとは思うんですけど、
その時に、まあ、やっぱ鉄砲部隊っていうのは、通常ですら通常攻撃が敵2部隊にできて、で、まあ、鉄の部が大将だと3部隊にできてっていうのがあるんですけど、それにプラス1できるってことですね。で、上限4なので、鉄の部が3部隊攻撃できてて、プラス1で4で上限に達するって感じですね。もちろん、足軽や騎馬、まあ、ないかもしれないですけど、弓で使う場合でも、こちらの効果発揮しますので、条件は、ありますけど、通常攻撃が、鉄砲じゃなくても、プラス1されて、2部隊に攻撃っていうのはもちろん可能です。大変優秀な技能ですね。はい。まあ、戦法も技能1と技能3、どれもいいと思います。技能1は、戦法との噛み合いもいいですね。はい。列伝の方を見ていきましょう。縁が大友家、夢想姫、居城府、豪傑ですね。まあ、大友家がちょっとずつ増えてきてますね。こちらのメンツが現状です。無双が結構いて、まあこんな感じですね。まあさっき言ってた竜造寺と成田海とかも入っててって感じですね。で、まあ本田忠勝が入ってるのも、忠勝は武略とか持ってますので、いい感じですね。で、姫ですね。まあ姫も結構増えてきましたね。まあ鉄砲で言えば生駒狐とかガラシャとかなんですけど、ただこことは、これしか合わない感じなので。はい。まあ、公式放送の編成例で出てた機長とかも持ってますので、まあ、機長で合わせるっていうのもありですね。で、叙情符ですね。こちらのメンツ。成田海外ですね。成田海がいて、機長がいてって感じで。で、最後、豪傑ですね。こちらのメンツになってます。で、竜造寺がいてって感じで。あ、まあ、親父の立花、同説ももちろん持っててって感じで。はい。まあ、見ていただいた感じでわかると思うんですけど、高橋常雲とか、竜造寺とか、道雪とかとは、すごく相性がいいですね。ここもあるし、ここもあるしって感じで。豪傑もあるしって感じで。まあ、こちらの方面か、まあ、姫と叙情でって感じですかね。はい。で、橘銀蝶の小話ちょっと行きましょうか。橘道雪の娘なんですよね。で、道雪が、男子に恵まれなかったので、銀蝶を跡取りにするっていうことを早々から決めてたみたいで、銀蝶がなんと7歳の時に、浄徳にしてます。まあ、浄徳っていうのは城主みたいなもんっていうか、まあ、城主と一緒ですね。なんか西日本の方では城主じゃなくて城徳とかいうふうに言う、なんていうんですかね。風習じゃないですけど、なんかそんなのがあったらしいです。で、後に、大友家の風神雷神って言われてる、道雪と高橋常ですね。まあ、この二枚看板がいたんですけど、道雪が常に頼み込んで、常の、息子を、銀千代と夫婦にしてもらって、で、まあ、橘宗茂って名前になるんですよね。その、夫が。が、橘家を継ぐっていう感じになったみたいですね。橘宗茂大変、できた人物らしくて、まあ、すごかったらしいですね。多才で、人格もできてて、で、夢想話もあったりで、まあ、いろいろと、すごい、夫だったみたいですけど、まあ、銀蝶も負けてなくて、道雪譲りの武勇を誇ってたらしいですね。と関ヶ原の戦いの時には、宗茂が、関ヶ原に行ってたんで、代わりに城を守ってたりしたらしいですね。侍女たちと協力してっていう感じで。まあ、ただ、そんなすごい二人の夫婦なんですけど、この二人なんかあんまり、なんか、まあ、真実かどうかわかんないですけど、なんか不仲だったらしくて、後ほど別居して、子宝には恵まれなかったそうですね。この二人の子供が生まれたらどんな風になってたんだろうっていうのはちょっと、気にはなりますが、まあそういう感じだったらしいです。はい。
で、最後、秘伝ですね。秘伝。改善加護、核っていうことで。レベル5まで持っていくと、習得部署の先方攻撃 G100% の確率で攻撃対象部隊プラス1上限4ってことで、で、先方の攻撃力プラス 30%、これはちょっと控えめですね。で、対戦を付与。自部隊に効果時間 10% ってことで。かなり強いですね。レベル5まで持っていけば、30、40、50、80、100% の確率で攻撃対象部隊プラス1ですんで、で、先方攻撃時ですんで、銀千代が 3×250 ないし 3×350 の先方を持ってますけど、あ、まあ、銀千代に装備させた場合ですね。その場合は、4×250 ないし 4×350 になるってことですね。これは強いですね。強いですけど、まあ、ここまで、この秘伝まで、レベル5までできる人が、どれだけいるかっていうのはちょっと疑問ですけどね。で、NC 条件的には、女領主、女丈夫、豪傑になってますね。まあ、ここ、銀中いないな。それでは、おすすめの編成の紹介の方に行きましょう。で、まず最初にですね、銀千代と江西がつながる武将ですね、の紹介していこうと思います。技能3で同じ江西が合計2以上でっていうのが条件でありますんで、どういう人が、江西がつながるかっていうところをですね、を見ていこうと思います。こちらが SSR のみ表示で、特に、絞り込みなどはしてません。まあ、SSR で絞り込みはしてます。ということで、江西優先してますんで、江西のつながりが高い、武将から出てきます。で、成田海が3つ、で、機長が2つ、同説2つ、竜造寺2つ。まあ、ここはさっき、ステータスとか技能のところとか、江西のところで話した感じの4人ですね。で、それと、この2人も相性いいんですよね。山中鹿之助と、高橋常務ですね。も、相性が良くなってます。で、1になってくると、ここら辺のメンツですね。忠勝、元近、小牧津の、北条綱、重、山形、ねね、お市、ガラシャ、と、まあ、姫武将とか姫とか、そこら辺が来ますね。なんで、無双で末張る方もいるって感じですね。はい、なので、ここら辺の、武将と、つなげて、技能3を発動して、ってやりたい感じですね。はい。では、まずは、銀千代対象として使うときのおすすめ編成の方の紹介していこうと思います。で、ちょっと鉄砲からやっていきましょうかね。鉄砲から、やっていって、で、鉄砲の、まあ、与力なりの編成と、で、あとは足軽と、騎馬をその後にやってみましょうか。で、私がちょっと組んでみた編成がこちらになります。で、ですね、対象で使う場合だと、もう 100% 先方が溜まれば撃てますんで、なんか右側とか左側とかは気にしなくていいです。まあ、基本的には、防衛戦で強いので右側に配置っていうことが多くなってくるでしょうけど、対象の場合はもうそのことは考えなくて大丈夫です。どちらで使っても対象の方が発動しますからね。で、やっぱり、相性がいいのは、親父の同説ですね。ここで繋がって、36%。で、まあ、同説の下ってなってくると、ジョーンがやっぱ相性いいですよねっていうところで、この3つで繋がってますっていうところで。で、エニシは1つなんですけど、先方が強いので、黒田長政ですね。同様混乱3部隊に付与っていうのが、ありますんで、これを、一番下に、与力に入れてます。ですね。まあ、他にも選出理由はあるんですけど、それに後ほど行きましょう。で、右側ですね。で、竜造寺、高信と、相性いいんですよね。で、鉄砲も竜造寺、高信 S ですんで、まあ、ここら辺、この、選出ですね。で、エニシャ2個で。で、まあ、竜造寺の下ってなってくると、やっぱ鍋島がいいかなっていうのもあって、
鍋島ですね。で、最後の、細川は、全然繋がらないんですけど、まあ、先方の動揺っていうのもありますけど、まあ、技能ですね。技能の方の選出になってます。で、技能の方なんですけど、で、ここからですね、一審で、この3人で合わせてます。さっき言ってた細川の選出理由はこれですね。一審が、あって、会心発生率がプラス 15% になる。特貫と気合は、最初に紹介したように、一大名家領土内で先方の余ダメージが増えるやつで、相性もいい竜造寺と、銀蝶が持ってます。で、まあ、忠義でここも合いますね、っていうので。まあ、高橋ジョーンの選出理由が、まあ、どうせと相性が良くて、ついでにこの鍋島と忠義が上がるっていうのもありますね。あとはレベル1なんでこんな感じですっていう感じで。はい。で、やっぱ鉄砲は通常攻撃で、ダメージ取っていきますんで、で、姫城徳で、通常攻撃プラス1ってできますんで、一心で会心発生率上げてっていうのは入れていきたいなと思って、この選出になってます。あとですね、この左の2人以外が鉄砲適性が S ですんで、5人の、S を1部隊に入れれてますんで、鉄砲の応用技術ですね、の発動もできて、通常攻撃速度がさらに上がるっていうような編成になってます。はい、続いて、鉄砲部隊で機長を対象で使わない場合の編成紹介ですね。鉄の部を対象で使う時の、編成の、例のご紹介になります。で、まあ、いろいろ考えたんですけど、結局なんか運営が障害してたこの二つ、この並びがいいのかなっていうのに落ち着きましたんで、ですね、鉄の部をやっぱ対象で使いたくて、で、鉄の部の通常攻撃が4部隊になりますよね、これで。ってなる、ので使いたいってなったら鉄の部の下に基調かなーってなって、これ逆にするとですね、鉄の部から、銀地用の連鎖率が 16% なんですね。エニシが0で。で、まあ、基調とのエニシはいい感じなんで、40% 弱とかなるんですけど、で、うん、まあ、これ、ちょっと逆でもいいとは思います、全然。で、まあ、これ、銀地を上にした場合は、まあ、下は別に基調じゃなくてもいいし、基調でもいいですけどね。で、もう、動説とかでも全然いいと思います。はい。で、ここの枠はですね、武略、持ってるやつがいいですね。武略、鉄の部が持ってて、で、ガモ君も持ってるので、武略が今2になってますね。で、武略持ってるメンツっていうのは、ま、こんな感じですね。まあ、私の場合は、東道高虎を、小生マックスにして、鉄砲の教え持たせてますんで、東道高虎入れることが多いですかね。でも、ま、別に他の上杉謙信とか、忠勝とか、吉本とかでも全然大丈夫です。で、技能の方はこんな感じですね。武略入れたら3になって、で、やっぱ基調を入れると陣合も発動しますんでね、これもいいですよね、っていうことで。で、姫城徳。って感じで。まあ、一心持ち、これがですね、同説が持ってるので、ここもやっぱ同説いいのかな、っていう風な。感じでもありますね。ただやっぱ武略の方がやっぱり優先度高いので。って感じですかね。で、まあこれ入れ替える場合は、スターを基調にするか、同説にするかでいいと思います。まあ、陣合持ってるんで基調でも全然いいんですけどね。で、この左側と、銀地用で、S が5人になりますんで、鉄砲の応用技能の方、技術の方も発動できるような形になってます。まあでもこの場合、機長をやっぱり鉄砲の教えで適正 A に上げなきゃいけないでしょうねって感じなんで、
感じですね。で、ここの左3人は、私の鉄の部のおすすめ編成のをそのまま使ってます。ここが、鉄の部の編成の時は、細川くんだったかなになってたと思いますけど、ちょっと武略、この2人が埋まってることによって武略枠が、こことこことここしかないんで、こんな感じに収めてます。はい、続いて、足軽と騎馬の大将で使う際の、編成例なんですけど、ですね、まあ、陣長が A っていうのもあって、まあ、無理して大将で使わなくてもいいとは思います。ただ、大将で使うんだったらっていうことで、ちょっと考えてきました。で、足軽の場合は、まあ、こうかなっていうのが、まずあって、で、で、ここが、の下ってなると高橋ジョーンが出てきて、ってなって、まあ、山中鹿之助も、相性良くて SSS なんでっていう感じで、まあ、こうなるのかなっていう感じですね、やっぱり。はい。で、なんですけど、これちょっと、意外っていうかあれだったんですけど、キワで使いたいっていう場合も、結局同じ感じになるんですよね。まあ、なかなかこれよりいい編成、連鎖率っていうのが、ちょっと思いつかなかったので、まあ、牙で使う際も、この、同じ形になるのかなって感じですね。まあ、銀地用対象で使うならですけどね。まあ、どっちにしろ、キャラ、武将が足りないとかっていう場合でなければ、銀地用対象で使う必要はないとは思います。はい。で、次ですね。銀千代大将以外の足軽騎馬で使う際の、編成の話になってくるんですけど、ですね、足軽の場合はもうやっぱ動説がいいと思います。動説と、ここを右側で組み合わせてっていうのが、おすすめになってきます。で、もうここで NC が2達成できてますんで、技能3が発動しますんで、ご心配なくって感じで、まあ、あとは、連鎖率がいいように、まあ、詰め込みたい技能とかを、まあ結構自由度広い感じで詰めていけると思います。で、問題は、騎馬の時なんですけど、動説が A なので、まあ、ここが A だからもう、これ逆の方が良くないとかいうのも思うので、まあ、この場合はちょっと、銀千代より、対処で使わないんだったら、もう銀千代は、与力とかの方がいいとは思います。まあ、騎馬の場合はですね、こんな感じでもいいとは思います。ただ、成田海のですね、戦法がそんなに強くないので、もう ここ逆転とかでもいいとは思います。でも、その場合は下に銀千代と縁西2以上のやつは入れなきゃいけないですけど。あとはですね、騎馬でも足軽でもなんですけど、剣心を対象に置いて、その下に動説、銀千代という並びもおすすめです。これを逆にするとですね、剣心と、銀千代のところが 16% とかになっちゃいますので、まあ、かなり連鎖率は落ちます。ただ、まあ、銀千代の、戦法の発動を重要視するんだったら、まあ、32×32 って、10% 切ってくるんで、逆にして、あえて逆にしてもいいとは思います。その場合はですね、このように 16%、36% になってきます。まあ、どちらを選んでもいいとは思いますけどね。で、これを足軽に変えてもですね、適正はご覧の通りなので、ですね、さっきのところだと、動説が、騎馬は A なんですけど、足軽は S なんでっていう形ですので、まあ、足軽の場合はこれ入れ替えた方がいいのかなとも思います。はい、長くなってしまいましたが、まあ、毎回か、すいませんけど、はい、銀千代の、紹介とおすすめ編成は以上になります。ですね、鉄砲の場合はですね、まあ、なんかいろいろと考える余地というか、まあ、パターンとかも結構あったんですけど、まあ、足軽騎馬の、まあ、大将もしくは副将に置くってなると結構厳しいものがありましたね。
なので、もう銀千代は、技能要員、技能3を発動させるのを、まあ、最低限の仕事として、もうそれだけで十分なんですけどね、十分強いんですけど、まあ、そこに、絞って、与力に入れて、副将に、縁起に、以上で繋がる武将を置いてあげて、で、まあ、大将は、まあ、強い、武将ですね、まあ、剣心とか、まあ、総運とか、まあ、他にもいますけどね。そこら辺を置いてあげて、で、まあ、そことの兼ね合い考えつつ、副将を置いて、与力に銀地を、縁起に以上っていう感じで、の使い方が、まあ、無難というか、そっちの方がいいとは思います。まあ、どちらにしろですね、銀地用はすごく優秀な武将ですので、技能3が発動するだけでも、もうなんか、すごいんで、まあ、なんか、鉄の部が部隊、通常攻撃1部隊対象増やせるっていうのが、すごく強いっていうのは、皆さん実感されてると思うんですけど、それを、銀地用も、疑似的にというか、まあ、同じような感じでできる。しかも、なんですけど、足軽や牙、弓でもできるので、本当にいい武将だと思います。なので、まあ、調整重ねるの大変だと思います。私もきついです。なので、まあ、無凸で一体持っておくのをおすすめできる武将ですね。はい。強いです。まあ、とにかく強いです。強いし、というか、有能というか、総輪の時にも言いましたけど、まあ、一家に一台欲しいキャラみたいな感じなので、ぜひ、まだガチャしてますので、可能であれば、手に入れてください。僕は、ちょっと、凸は無理だと思います。はい、今回は以上になります。最後まで見てくださりありがとうございました。それでは。